どうもおはようございます。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。本日は話をガラッと変えまして、同社のお話を持ってきました。面白い話題だと思います。僕もまとめながら、あ、これ結構面白いんじゃないの、楽しみに聞いていただけたらと思います。と、本日のお題ですね、テスラがね非常に盛り上がってると思うんですけど、実はテスラよりもっともっと怖いような自動車メーカーが台頭してきてると、そういった存在があることで皆さん気づいてますか。そこにフォーカスをさせていただきたいと思ってます。ということで、テスラよりも怖い自動車メーカーの存在を解説させていただきたいと思います。まずテスラですね。EV というニューヒーローという存在ですね。目立ってますよね、非常にね。株価もトヨタを追い抜いたとか、まさにニューヒーローの立ち位置だと思ってます。テスラはもう破竹の勢いで EV の販売を伸ばしております。例えば中国に新たに工場を作れば、中国でも EV の販売台数でいきなり1位を獲得していると。2020年の1月から8月の間なんですけど、いきなり1位ですよね。今まで中国企業が頑張ってその土壌を作ってきたのに、外資にコテンパンにやられるという構造になってると。じゃあテスラの魅力って何ですか。一つ挙げるとすれば、圧倒的な自動運転能力ですね。これは ECU の強さでもあります。通常ですね、 ECU、これはエンジンコントロールユニットというものなんですけど、通常は一般のトヨタ車とかホンダ車 ECU 乗っけてます。ただその数が非常に多くて、30個以上は乗ってるというふうに言われてます。ただテスラっていうのは3個しかないですね。要するに自動車の自動的な処理ですね。例えばワイパーを動かしたりとか、ウィンドウを上げ閉めしたりとか、自動運転の補助をするとか、前の車を追従するとか、後ろにバックするとき自動的にブレーキを踏んであげるみたいなことは、全部この ECU というところ、エンジンコントロールユニットで制御をしてるんですね。それがテスラは一箇所に集められておりまして、総合的にその ECU 1個で判断をしている。なのでその自動運転のノウハウというか、その司令塔もこの大きな ECU で一括で処理してるんですね。なので非常に効率がいいと言われてます。そしてその ECU を自社内で開発しているので、非常にサイクルが早いんですね。なのでこの ECU が非常に強いということはもう事実でございます。かつその ECU が一箇所に統合されているので、車が現在進行形で進化していくんですね。要するにソフトウェアが進化していくと。今の日本車ですね、カーナビなんかでも昔の車は代理店に持ってかないとですね、カーナビアップグレードをしてくれないみたいなものなんですけど、テスラはこれを定期的にアップグレードしてくれる。例えば自動運転の向上とか、バッテリー効率の向上みたいなことをお店に行かなくてもネットにつながってやってくれる。これは実はテスラの強みであり弱みだったんですけど、強みに変えた部分でもあるんですけど、いきなりですね、自動車という巨人がいるような市場に殴り込みをかけたわけですけど、そうすると ECU を完璧な状態にして世に送り出すっていうのは難しかったんですね。なのでテスラとしてはアップグレード方式を取って売りながら進化させていくという方式を取ったんですけど、この弱みを逆に強みに転換させ、テスラは氷に叩いても進化し続けますよと。これも非常な魅力になってくるんですね。UX への適合、トレンドになってますよね。デジタルトランスフォーメーションと。この ECU が統合されているので、このデジタルトランスフォーメーションへの適合も今後対応していけるんじゃないかなというふうに思ってます。付加価値をつけるとすればここでやろうと。デジタルトランスフォーメーションで進化していく、このね、デジタルトランスフォーメーションの話だけで1本の動画が撮れる。いや、むしろ2本ぐらいの動画が撮れるんですけど、僕も独自の視点、考えを、自分の考察を持ってます。ちょっと触れてるので、後で詳しく解説させていただきたいと思います。さらに、ケースの E ですね。エレクトリック、電動化という分野で、先駆者であり、かつ、環境トレンドですよね。パリ協定とか、そういったものがありまして、各国 CO2 の削減努力を自主的に打ち出してる。もうこれは経済界での業界トレンドになってるんですね。そこに非常にマッチをしていると。最後はイーロン・マスクのカリスマ性を持っている等ですね、いろいろ魅力を持っている。ここに関してはいろんな方のですね、視点があると思います。車の乗り味とか、これは多く触れません。代表的なものを挙げさせていただきました。ということで、とうとうテスラのですね、魅力っていうのは議論尽きないと思うんですね。ただやっぱり僕はね、別に自動車ジャーナリストじゃないんで乗り味とかどうでもいいんですよ。
どうでもよくはないんですけど、そういったことを話すとですね、全然ものづくりの観点じゃないと、ものづくりの観点から俯瞰をしてみました。そうするとやっぱり今挙げたような付加価値ですね、魅力っていうのはコモディティ化する可能性が非常にあると思ってます。先ほど4点挙げさせていただきました。まずここの上2点ですね、これは要するに自動運転ですね、自動化でございます。そして下から2番目ケースの E ですね、これは電動化の波ですね。はい、もうここっていうのは絶対的に競合も自動化と電動化をしてくるんですね。要するに技術的に今は先行していようが魅力的であろうがですね、競合も絶対的にこのメガトレンドに乗せて自社開発共同で開発をしてくるんですね。ということで技術の差がどんどん埋まっていくと、皆さんこういうふうにですね、そこの目標に向けて技術開発をしていくわけですから、その技術が煮詰まってくるんですね。そして価格破壊が最終的には起こって、非常に長期的な目線かもしれないですけど、要するに差別化の差がどんどん埋まってくるんですね。じゃあ残るは何かっていうと、例えばイーロン・マスクのカリスマ性、要するにブランド力だったり、この UX への適合ですね。テスラをデジタルトランスフォーメーションの方へ変革できれば、やっぱりテスラというこのですね、ブランド力で戦っていけると思います。ただ青い網掛け以外のところはコモディティ化してくると思ってます。じゃあコモディティ化って何ですか？初めて聞いた方もいらっしゃると思います。コモディティ化とは一体どんなことなんでしょう。今ある技術っていうのはほぼ 100% 陳腐化していくということになります。どういうふうに陳腐化するか、4つに分けることができるんですね。1つが技術の円熟であると。例えば日本が得意だったプラズマテレビとか液晶テレビっていうのは日本だけと選ばれた企業しか持ち得ないですね、技術だったんですけど、これがどんどん技術が円熟してきまして、今ではサムスン、LG みたいなところが台頭していき、さらにその時代が進むとですね、中国の液晶メーカーみたいなものがどんどん育ってくると。円熟してきて、その日本が最高技術というふうに誇っていたものがどんどん陳腐化してきていると。安さの競争になっていたりすると。他にもありまして、例えば DVD レコーダーとか、日本が開発したんですけど、中国がですね、その特許料を払わずどんどん安く作るみたいなことが起こったと思います。さらに世の中の技術の粋を集めたですね、スマートフォンなんかも今ミドルレンジであればほぼ日常使いではですね、あんまりもう関係なくなってくると。技術的なものがですね、昔はハイエンドのものじゃないとなかなか遅かったりしたんですけど、今はローエンドでもこと足りるというようなことが起こっていると。スマホでもそういったことが実は起こっているんですね。2つ目、規格や仕様ということで、例えば電気用品安全法ですとか薬事法なんかでいうと、この規格を満たしてればもう商品化できますみたいなものがあるんですね。ある程度部品も決まってくるということであれば、別にその企業が作らなくてもその規格に通るように作ることができる企業が量産の力によってですね、どん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 価格低減をしていき市場破壊を起こすと。こういった規格化されてしまえば技術は陳腐化しやすくなってしまいます。もう一つがモジュール化でございます。皆さんがお使いのデスクトップパソコンとか、いろんな部品がですね、モジュール化していて、例えば日常使いであればモジュール化されているような部品を買ってきてくっつければほぼ問題なく動作するみたいなことが起こっているわけですよね。値段としてももう下がりきっているみたいな感じになると思います。自動車でもこれは起きてきておりまして、例えば電動化の波が来てると思うんですけど、ニデックさんが開発しているような E アクセルみたいなものはですね、このモジュール化の先頭を走るようなものだと思います。自動車も将来は部品ごとに EV であればモジュール化されて、技術が持ってないような企業でも組み上げれてしまうみたいな時代が来るかもしれません。まあ、それはちょっと言い過ぎかもしれないですね。そして最後に安全適合ですね。例えば白物家電が代表的だと思うんですけど、安全に適合していれば大体使ってる部品っていうのは決まりきっているというか、構造さえ決められてしまえば技術を集めなくても作れてしまうと。冷蔵庫とかですね、こういったトースターですよね。トースターなんかもう開けてみればわかると思うんですけど、こんな簡単な構造なの、これで安全規格を満たしてる。いろいろ分解してみてください。興味あるということであれば非常に簡単です。量販店に行くとこれで倍ぐらい値段が違うみたいなものが世の中にありますけど、そこまで部品違わないけどなみたいな感じですよね。ここから言えることとしては、一部の半導体や卓越した技術商品以外は同じようにコモディティ化してしまう。さらに電動化と自動運転ですね、先ほど挙げたものもいつかはコモディティ化する宿命を背負っていると言ってもいいと思います。いやーそんなん無理だろっていう風に昔日本人思ったはずなんですね。例えば液晶を作って、まさか今中国に覇権を握られるようなことがある、当時想像しましたでしょうか。
その現実が今起こってるわけですよね。サムスンもこの壁にぶち当たってると。日本の市場をですね、脅かしたサムスンですね。液晶、僕当時フランスに留学してたんですけど、サムスンの液晶がずらっと並んでました。日本の液晶もあったんですけど、世の中を席巻したと言ってもいいと思いますが、先ほど申し上げたように中国のメーカーの台頭によってサムスンもこのコモディティ化という壁にぶち当たっていると。なのでほとんどの利益を半導体で上げるような企業体質になってるわけですよね。そして今挙げたような出来事ですね、全てにおいて共通で起こっていると。テスラは果たしてそれ例外なんですか。先ほどデジタルトランスフォーメーションって言ったじゃないですか。ここがポイントになってくると思うんですけど、やっぱりテスラの強みの中でソフトウェアが進化するっていうものがあったと思います。デジタルトランスフォーメーションの進化ですね、テスラの当初は弱みであり現状である強みになっているものなんですけど、ここが強みになってくると思うんですね。例えば利用者の成功につながると。利用者の成功って何かっていうと、例えばテスラがいつも走ってる道路があると思うんですよ。運転手の思考ですよね。対話型のものになってですね、ここに寄ってほしいみたいなデータを集めると。でそれをテスラの方でビッグデータを集めて、こういった運転をする人はこういった思考があるみたいな、帰りにケーキを買っていくはずだとかですね、お店をピンポイントで教えてあげるとか、娘さんの迎えをリマインドしてあげるとか、そういったことができるようになるかもしれません。利用者の成功につながるようにソフトウェア、デジタルトランスフォーメーション、これは後ほどまた、ね、別の動画で語っていきたいんですけど、ここを進化させればサービスをうまく創出できれば今後わからないと思うんですけど、先ほど挙げたですね、2つですね、電動化と自動化というものは必ず競合もやってきます。コモディティ化する運命にあるんですね。そこに身を置いてるんですよね。ものづくりの構造の中ですね、事業構造の中で一挙日記にはそういったコモディティ化するような技術ではなくて、バリューチェーンを俯瞰し、そしてバリューチェーンを握る必要があるんですね。これ何のことか、ね、昔の僕の動画を見ていただければ分かるようになってます。ただ分かんない人もいると思いますので、バリューチェーンを説明させていただきたいと思います。バリューチェーンはですね、価値連鎖のことでございます。自分の事業が成功したとか自分の事業が負けたっていうことであれば、その勝ち負けの理由を探るにはバリューチェーンの理解が必ず必要なんですね。分かりやすいように白物家電の例でお話をさせていただきたいと思います。松下、日立、東芝みたいなメーカーがあります。彼らはどういうふうに開発から販売を行っていたかというと、昔は開発、そして自社で生産をして、そして自社の系列店で販売をしておりました。このような一連の価値の流れを創出してたんですね。一気通貫のバリューチェーンを引いておりました。パナショップみたいなものでですね、チャンネル販売力を大いに拡大していくと。もうその販売力にパナソニックは秀でたものがあったんですね。要するにこれがブランド力になっておりまして、その系列店が多ければ多いほど市場を囲い込みできる。洗濯機は日立なのみたいな時代があったと思います。しかしそのような一気通貫のバリューチェーンですね、それはある日突然予想もしない方向からこのバリューチェーンは破壊されるような出来事がございました。今まで開発生産ここまでは変わらなかったんですけど、この販売チャンネルですね、ヨドバシカメラとかヤマダ電機とかエディオンとかビッグカメラというような量販店ですね、そこが新規参入してくると。そうするとこの販売チャンネルというものは失われ、店頭で実物を見てですね、機能を比較できるんですね。そして価格も比較できるというような新しいバリューチェーンが構築されてしまうと。そうすると松下だからとか日立はモーターがいいのとか東芝だからで売れるような時代が終わったんですね。要するにバリューチェーンが塗り替えられると。でこのようなバリューチェーンを破壊すること、破壊者のことをデコンストラクション、もしくはデコンストラクターと言います。でこのデコンストラクションのパターンが実はあるんですね。デコンストラクションのプレイヤーは4つのパターンに分けられますと。1つがレイヤーマスター、ニッチトップとか、その事業に専門的になる、開発に対して専門になるとか、製造に対して専門になるとか、そのニッチトップを極めると、そこじゃないと売れないとか、そこじゃないと開発できないみたいなものですね。このような一気通貫のバリューチェーンがあるんですけど、真ん中だけを握ってしまうみたいな。例えばパソコンだと、マイクロソフトがないとエクセルが使えないの、大手にはこのマイクロソフトが絶対入ってますよね。例えば車だと、CATL という、電池の長がいるんですけど、この電池がないと製造ができないとかですね、レーザーテック、半導体ですよね、このレーザーテックがないと検査ができないとか、当時だとキーエンスとかミスミがないと装置が組み上がらないみたいな、そういった専門特化型の企業を指しています。この発言力が強くてですね、そこを使わざるを得ないと。なのでそこの発言を聞かざるを得ないような状況に最終的になってしまうと。もう一つがパーソナルエージェントですね、購買代理人と呼ばれるものです。このようなバリューチェーンがあり、最後の購買ですね、
要するに販売を掌握されてしまう。例えばアマゾンとかモノタロウとかベースとかアップルですよね。アップルって購買代理人なの、よく考えてみてください。自分の持たれてる iPhone ですね、そこにアップルストアってありますよね。 iPhone を通さないと顧客にアプローチができないわけですよね。なので 30% というマージンを払わざるを得ないと。そこに対して反旗を翻したとしてもアップルストアから削除されてしまうみたいなね、もう絶大な影響力を持つわけです。 Amazon で販売をしてもらわないとこの売り上げが成り立たない、しかし手数料が取られてるみたいな、ね、もう一つオーケストレーターですね、バリューチェーンをコントロールすると。もうこれ何かっていうと、例えば開発とかマーケティングだけやりますとか、製造物流小売りはもう委託してしまうとかね。アスクルとかデルとかミスミとか任天堂ですよね。任天堂は研究開発とマーケティングはやります。ただファブレスということで工場を持たず製造は委託します。物流は丸投げです。あとは小売店に販売しますみたいな。ミスミなんか、まあ、こっちでも挙げたんですけど、例えばメビーなんかですよね。メビーというシステムは作りますと。で受注も受けます。ただ製造は丸々外になりますみたいな。マーケティングですよね。各班というのは自社でやりますみたいな。そして最終的に顧客に到着するみたいな。ミスミから加工依頼が来るわけですけど、逆らえないわけですよね。最後はマーケットメーカーですね。市場を新たに創出すると。リクルートですね。ゼクシーですよね。まあ結婚式場があって、まあ顧客があって、それをつなげてしまうみたいな。フルキャストとかアップル。他にも Facebook とか Google っていうのはここにプロットすることができるんですけど、やっぱり GAFA っていうのは、こういったバリューチェーンっていうのは必然的に握っているんですね。要するにバリューチェーンを握ってしまえば、その市場で圧倒的な発言権とか力を得ることになるんですね。今日フォーカスしたいのはこのレイヤーマスターなんですね。テスラはこのバリューチェーンを握ってるかというと、そうではないはずなんですね。 ECU がそうなるかもしれないですけど、もっと可能性があるようなものがレイヤーマスターになってます。じゃあこのレイヤーマスターなんですけどね、世の中で一番大きなレイヤーマスター、皆さんご存知ですか？どこか知ってますか？どこかご存知でしょうか？半分ぐらいの方はね、ものづくりチャンネルなんての答えられると思います。答えられなかった方は残念賞ということで、フォックスコンですね。本杯精密工業ということで、売上高なんと20兆円に迫ると。トヨタの3分の2ですよ。あのちっちゃい iPhone とか電気機器をですね、組み立ててこの売上を叩き出していると。営業利益としては約5000億円。台湾に本社を置く台湾の最強企業だって誰もが知る最強の EMS 企業でございます。2016年2月04日衝撃的な出来事がございました。皆さんも記憶に新しいと思います。シャープ買収は日本の電気産業の凋落を決定づけた出来事でございます。というのも、日本が失ったこの EMS ですね、代理で組み立てをすると。取り逃した EMS 市場の金額、皆さんご存知ですか？なんと年間50兆円以上ですね。本杯だけで20兆円あります。さらに第二次産業ですね。ものづくりというのは周りの企業にどんどん波及していくんですね。ものづくりって例えば装置をお願いするとか、部分的な委託をするとか、間接資材を購入するとか、そこに割って入るというか仲介する商社がいたりとか、いろんな事業に波及をしていくんですね。なので50兆円だけじゃなくて、その GDP の積み増しができるんですね。雇用を創出できたはずなんですよ。これを取り逃したダメージっていうのは日本は計り知れないということで、レイヤーマスター化すればこんな売り上げも叩き出せるわけですよ。ですとか、台湾にある TSMC ですね、世界最強のファウンダリーということで受託生産をしてるわけです。半導体の台湾は強いですよ。この部分のレイヤーマスター化してるということで強いと。組み立て製造に特化することで業界構造に絶大なパワーを及ぼすんですね。そして実は自動車業界の組み立てという部門で、なんとレイヤーマスターに挑戦する企業が出現してきてるんですね。面白くなってきたでしょう。超面白くないですか。なんと自動車を受託生産する企業があります。皆さんご存知ですか？知ってますか？知らないでしょ。怖くないですか？もうこの時点で僕はテスラよりね、ああ怖えなこいつって思いましたよね。もうテスラの技術なんて、テスラの技術なんてなんてっていう言える立場じゃないんですけど、もうコモディティ化することは決まってるわけです。もう有名企業が技術者の粋を集めてですね、今自動化とか電動化っていうのが推し進められてるわけですよ。コモディティ化しないはずはないですよ。陳腐化するわけですよ。ただレイヤーマスターを握ろうとしてる企業があると。名前だけは聞いたことはあるかもしれません。マグナさんですね。売上高4兆2300億円。
営業利益として3000億円を叩き出しております。自動車部品の売上規模はボッシュ、デンソー、コンチネンタル、 ZF に次ぐ第5位の規模を誇っております。なので自動車業界で働いている方はもちろんご存知だと思います。そしてその完全子会社ですね、マグナステイヤー、マグナの完全子会社本社はオーストリアに置いてます。オーストリアっていうのはドイツがあるでしょ、ドイツの右下じゃないの、南東か、南東にありますね。ドイツの3分の1ぐらいの国土だと思います。なんとあそこはですね、メルセデスの4マティックですね、4マティック、あのね、メルセデスのね、あのホームページ行ったんですけど、今ここら辺に画像出てると思うんですけど、メルセデスが開発したとか言ってるわけですよ。いや違うから、マグナステイヤーが開発したんですよこれは。そして E クラスとか BMX の X3 などの生産をなんと EMS してるんですね。自動車の EMS を行っております。ここが台頭してきたり、それだけだとあそうなのみたいな話になるじゃないですか、あ怖いなだけになると思うんですね。それだけじゃないんですよ。このように中国の自動車メーカーがあります。北京汽車集団ですね。中国読みが僕できないんでこんな読み方なんですけど、2018年の車種別 EV ではなんと1位を獲得している中国の国営企業でございます。この国営企業がメルセデス・ベンツのダイムラーですね、ダイムラーです、ベンツを作ってるのは。株式を 5% も保有してるんですね。関係性は非常に強く、新工場も合弁で共同運営しますし、過去にもダイムラーだったり現代自動車、ヒュンダイですね、それぞれの合弁会社を設立していると。技術的なノウハウもスウェーデンのサーブから設備技術を買収しております。あのかの有名な電池メーカーですね、 BYD とか、過去の動画でこれも特集してますので見ていただければ嬉しいですけど、 EV でシェアを争ってるんですね。そこの完全子会社の BJEV ですね、こことなんとマグナステイヤーは合弁会社を中国に作りました。怖くないですか。あテスラがあの中国工場を作った、あそうこっちの方が僕はよっぽど怖いねということでございます。じゃあどんなことが起こるのか、まあ、これはねある意味対テスラの構想ですよね。もう見え隠れしてると思いません？だってね、今まで中国市場っていうのは日本企業が入ったとしても中国資本の合弁じゃないと会社を設立できなかったんですよ。そうやって中国の雇用とか製造業をしたたかに守ってきたというか、一緒に成長させるような事業構造を作ってきたわけです。ところが最近テスラのですね、工場をテスラ資本で作ることを許諾したんですね。そうした結果何が起こったの？中国で EV の販売台数なんといきなりごぼう抜きされて1位と、もう中国政府にとって面白くないわけですよね。これなんでそういうことを許諾、テスラに許諾したかっていうと、周りのティア1、ティア2の実力値を上げようっていうような構想もありますと。なのでテスラが EV の起爆剤になって周りの部品屋の実力を上げようと、ただ面白くないと。そこに対して EV 専用のですね、受託生産を始める企業が出てきたと。しかも半分は国営ですよ。そこで合弁会社を作ってる。じゃあそのマグナステイヤーですね、 EMS の実力値はどんなもんですか。もうメルセデスの E クラスを作ってるだけでその実力はもう分かっていただいたと思うんですね。あんなに皆さん憧れるベンツの E クラス、なんと自作生産されてるんですよ。ダイムラーが作ってるわけじゃないんですよ。衝撃ですよね。まあ日本に輸入されてきてるものもマグナステイヤーが作ってるんじゃないですか。その実力値を知りたいわけですよね。なんとあのトヨタスープラですね、兄弟車 BMW の Z4 を完全受託生産してるんですね。すごくない？トヨタがグループ企業以外に製造委託を行うのは極めて異例です。例えばビッツじゃなくてヤリスか、ヤリスとかラブ4っていうのはトヨタ自動織機で長草工場で作ってるわけですよね。もちろんトヨタ自動織機からトヨタ自動車っていうのは独立してますから、お父さんとかお母さんに仕事をあげるみたいな感覚ちょっと違うと思う。そんな簡単なことじゃないんですけど、グループ企業に仕事を出すのは至極当然のことですね。とか 100% 子会社のダイハツさんとか、そこで OEM やってますけど、トヨタグループ以外に出すっていうのはもう異例中の異例ですね。そしてトヨタの開発担当者は、ああ技術力持ってるわここはっていう風に舌を巻くと。要するに生産能力が高いと、生産技術力が高いということの証左だと思います。ジャガーランドローバーの自宅ラインではなんとエンジン車と EV を混合で流してるんですね。これ何がすごいの、ね、混合で流すのはすごそうだっていう風に思えるかもしれないんですけど、これはトヨタプロダクトシステム、トヨタ生産方式でいう平準化ができてるんですね。この平準化っていうのは、例えば別に一緒に流さなくて、午前はエンジン車です、午後の3時以降は EV ですみたいな風に流してもいいわけじゃないですか。
なんで混合で流すんですかっていうと、一次受け、下受け、二次受けがいるわけですね。でジャストインタイムで多分持ってこいっていうふうに言ってますから、そのジャストインタイムで持ってこさせると、平準化しないと、混合ラインじゃないと下受けがですね一気にその部材を作らないといけないとかいうことで、非常にですね設備だったり人員に影響を出してくるという非常に効率の悪いような生産形態になってしまうんですね。ここはインダストリー 4.0 の動画で詳しくお話をさせていただきますので、お楽しみにしていただきたい。さらにですよ、製造だけじゃないんですよ。なんと開発から製造のワンストップで受注してるんですね。これは強いですよね。強いと。これは業界構造を劇的に変化させるような内容だと思います。じゃあ、このファブレスですよね。工場に丸投げできると。何がいいの？おさらいしておきましょう。経済誌とかはこういうこと語ってくれないんですよ。代わりにお話しさせていただきたいと思います。日産がね、今苦しんでるように、固定費を削減できるメリットっていうのは絶大なんですね。強みと弱みは表裏一体ですが、このようなメリット、デメリットがございます。まず初期投資が劇的に削減できると。自動車工場っていうのは何百億何千億の投資が必要でございます。そして生産に関わる経営コストを削減できるんですね。さらに市場変化に強くなると。例えば今回のコロナのようなことが起こると、トヨタっていうのは自動車工場の雇用を守りつつ、自動車工場のラインをストップしたわけですよね。これが外部だと固定費かかってるわけじゃないですから、委託しないよって言えるわけですよね。リーマンだったりコロナが起こった時の市場変化に非常に強靭な経営が取れると、経営資源を絞れるんですね。これは強みであり弱みだと思うんですけど、工場の強さイコール製品力の強さに自動車は直結してくるので、なかなかそうとも言えないんですけど、例えば開発だけに注力するとか、そういったことができるわけですよね。デメリットとしては、例えば品質のばらつきですとか、情報の管理ですよね。 TSMC の、ね、動画を上げてるんですけど、半導体だと TSMC はファブレスということで、完全受託、受託に特化したようなメーカーで最強の地位にいると。ただ情報の管理どうやってるの、もうここは徹底してるんですね。隣のラインと隣のラインの人は情報遮断してると 100%情報の漏洩を防いでいると。その情報管理を徹底して信頼につなげ、自宅生産できるようになっている。モリスちゃんもですね、 TSMC の会長のモリスちゃんも、信頼が一番だということを言ってるわけです。これは TSMC の例なので、マグナステイヤーが情報の管理どうなってるかっていうのはまだ分かんないですよね。まだ工場数少ないですから。ということで、今ね、もうこれはやべえなっていうふうに気づいた方も結構いらっしゃると思うんですよ。何を言いたいの。自動車の EMS 市場がこのまま大きくなればですよ、他社レイヤーの参入障壁っていうのはもう圧倒的に下がることは、誰がどう考えても分かることですよね。例えば自動運転に秀でてるコンチネンタルですね。直近で言うと、まあ近年ですね、エレクトロビットという会社を買収してますけど、700億だったな、数百億で買収してるんですけど、ここっていうのは車載関連とワイヤレスに非常に強い、要するに自動運転に非常に強い会社などを買収してますし、 ADAS に関してですね、非常にコンチネンタルっていうのは先見性がありますよね。ただ自動車は作ってないんですけど、ティア1だったんですけど、このコンチネンタルがマグナステイヤーに自動車作ってくれ、自動運転に関しては僕たちがやるからみたいなことができるわけですよね。とかソフトウェアに強い Google ですよね。一時期は車の開発がしてましたけど、 OEM 先がなかった、リスしたわけです。マグナステイヤーさん、お願いします。ソフトウェアの力を最大限生かして構成をかける土壌ができつつあるのはもう事実なんですね。先ほど TSMC の話で触れたんですけど、自動車業界で NVIDIA と TSMC の出現構造が構築されてるんですね。すごく、これは僕のね、ここ今動画貼ってると思うんですけど、 TSMC の動画を見ていただければわかると思うんですけど、一部を紹介させていただきましょう。 NVIDIA っていうのは今もそうなんですけど、なんと30兆円トヨタより時価総額が高い半導体メーカーなんですけど、ファブレスなんですよ。工場持ってないんですよ。回路設計をしてるんですね。当時 NVIDIA のですね、社長が TSMC に半導体作ってほしいと手紙書いたんですね。でその手紙を読んだ TSMC の会長モリスちゃんは NVIDIA に電話かけるわけです。取ると社長が、はい、もしもし、はい、おいみんな黙れ、モリスちゃん calling me shut up、 あのモリスちゃんから電話かかってきてると、やばい。はい、そこから NVIDIA のもう奇跡とも言っていい成長を遂げてるわけですね。工場を持たずに30兆円という時価総額を叩き出してここまで成長してきてると。 TSMC に全部生産を委託してると。すごくない？全部とは言いませんけど、その構造が
同じ構造じゃないですか、これ。 Google が委託すると、当時この NVIDIA が今こうなってるって誰が想像したんですかね。すごくないね、すごいと思います。ただ構造が大きくなれば EMS 自宅生産もリスクはあると思います、ということで触れておきたいと思います。自動車工場の固定費は甚大でございます。 iPhone の自宅ともレベルが違うんですね。まあ規模的に大きくなればの話ですね。固定費はこんなにあると。鴻海は100万人の従業員がいると言われてますので、あのように大規模な自宅生産をするということであれば、さらに鴻海より土地代がかかってきます。そして人件費ですね。携帯とはわけが違いますよね。自動車ってものすごくでかいです。生産技術を持った技術者を囲い込むようなコストも必要でございます。そして LINE の費用ですね。モデルが変更すれば改定が非常に難しいですと。難しいというか iPhone よりは莫大な費用がかかります。だって予備費の費用とか間接費用がかかってきます。さらに難しいのがサプライチェーンの維持ですね。サプライチェーンマネージメントですね。部品供給をお願いするような企業のマネージメントが非常に難しくなってくるはずですね。自動車は、まあ、鴻海のように、鴻海もすごいんですけど、鴻海であれば1日研修ですぐアサインする。こんなようなことが結構難しいと思うんですよね。そんな1日ですぐアサインするとか、生産技術の人間とかできないと難しいので、今以上に拡大していくとか、例えば年間100万台を受けるとか200万台を受けるっていうことになってくれば、それは話は変わってくると思います。しかしマグナス製薬ですね、それと中国の合弁会社ということで、北京汽車、しかも国営ですと、ここの2つがレイヤーマスター化する土壌が出現してるんですね。事実、マグナの開発部門の責任者はこう言ってます。今非常に忙しい。問い合わせが殺到している。どうですか？テスラよりも怖い。僕はそう思いますね。自動車メーカーの出現の解説でした。以上でございます。お疲れ様でした。そこを極められたら危うい存在になれませんでしょうか？どうですか？皆さんいかがでしょうか？ということで、聞いていただいてね、分かったと思うんですけど、非常に僕もね、こういった考察動画っていうのは好きでございますし、他の人ができないような考察動画ではなかったでしょうか。このようにね、ものづくりに関連するトピック、半導体、自動車、もちろんその他ですね、電気電子部品、ものづくりに関連するトピックをいつも発信しております。ものづくりに関連がある人、ものづくりが好きな人、そしてものづくり太郎に興味を持った方は、ぜひチャンネル登録いただいて応援をしていただきたいと思いますし、今回の動画で一つでも刺激になった方はいいねボタンを押していただきたいと思います。モチベーションになります。ということで、次回ですね、次回何を話すのか、実はなんと装置系ですよ。装置系の日経です。そしてグローバルシェアナンバーワン企業から PR 動画の依頼、稟議が通りました。 PR 動画を作成させていただきたいと思います。皆さん拍手しましょう。拍手拍手ね、よくぞ目をつけてくれたと。 YouTube でこういったものづくり関連の動画、ある意味無形資産みたいなものですよね。こういったノウハウとか戦略系のお話、そこで動画を伸ばせる、今 YouTube 業界で僕しかいないと思ってます。そこにまず最初に日経で代表として手を挙げてくれて、しかも数億の売り上げじゃないですよ、10億でもないですよ、100億以上の売り上げを誇ってる装置系グローバルナンバーワンシェアの企業からお声掛けをいただきました。他にも引き合いをいただいてます。次回ナンバーワン企業の PR 動画を解説させていただきたいと思います。はい、皆さんもコメントで拍手してくださいと。もちろんインダストリー 4.0 の解説を忘れておりません。今作ってます。一生懸命作って、もうめちゃくちゃね、莫大なコースかかってます。ここもこの後にね、解説をしたいと思います。ちょっとまあ最近ね、非常に忙しくて、実は妻の妊娠しましてですねつわりがかなりひどくて、家事もしてなかんと、動画も撮影してなかんと、家事全部やってますと、ほぼやってますと、仕事もせなかんということで、非常に忙しくて、なかなか内容の濃い動画を上げてこれてなかったと思いますと、自分自身ね。ただ今回は面白かったんじゃないかなと思いますと。ただその中でも一生懸命僕は動画を撮っていきたいと思ってますので、ぜひ応援していただきたいと思いますと。ということで、次回ですね、ここにフォーカスを当ててお話をさせていただきます。はい、こうご期待ということで、本日ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。